バスフィッシング実況編、今回は村橋プロです。よろしくお願いします。さあ村橋プロ、はい、緊張してます？あ、ちょっと、はい、リラックスしていきましょう。さあ、村橋プロのおすすめの、ルアーもしくはワーム教えてください、はい。僕がおすすめなのは、はい、ブラックアウトクローですね、はい、キムコロコイズムから出てるブラックアウトクローです。はい、おすすめの理由を教えてください。このパーツがですね、はい、ピラピラとフォール中にはこの動くんですけど、はい、地面についた瞬間にピタッと止まるんで、そのメリハリのアクションが、非常にバスに対していい効果を生み出していると思います。止まるんですか？そうですね、プルプルってフォール中は動くんですけど、はい、地面についた時にピタッと止まるっていうのがやっぱアピールになるところで、そしてシンカーが、このフックに直についてるんで直リグって言います。ダウンショットだとここにラインがあったりして進化がついたりしてるんですけど、もう針に直接進化ついてるんで、これだと一直線上こうなるんでウィードの中に入ってきやすいんですよ。なるほど、はい、ちょっとそれ面白いですね、はい、はい、ぜひ皆さんやってみていただきたいと思います。さあそしてロッドを教えてください、はい。ロッドは、ティムコフェンウィックのリンクスですね、はい、リンクスの、68CMHJ というモデルです。はい、おすすめの理由は、こちらはですね、一応、リンクスシリーズっていうのは、はい、価格結構、お安めで、はい、フェンウィックにしてはお安めの価格帯で、はい、出てますので、はい、ぜひ初心者の方でも、お求めやすい価格になってますので、はい、なるほど、ちょっとこれは優しいですね、はい、そうですね、はい、はい、リールは、はい、シマノのクロナークですね、はい、ギア比が XG っていうのを、使ってまして、はい、これリグが直リグなんですけど、回収手返し、よくやっていきたい釣りなんで、はい、XG っていうモデルを選びました。手返しが早いってことはやっぱ打つ数が増えるんで、はい、釣れる確率がどんどん高まるっていうので、うん、はい、それがおすすめの理由です。なるほど、はい、じゃあそれに有効なラインを教えてください、はい。ラインフロロカーボンの14ポンドです、はい。皆さんにもね、エリアを聞いてるんですけども、はい、村橋プロはどうでしょうか、はい。エリアとしてはそうですね、はい、やっぱ琵琶湖のかっぱりってなると、はい、基本的にもう岸際が全部ウィードで埋め尽くされちゃってるんで、はい、そういうウィードの中の狙える仕掛けなんで、はい、そういうもじゃもじゃのとこを逆にあえて狙っていけるリーグになってます、はい、ウィードに強いんですね。そうですね、はい、はい、時間帯も皆さんに聞いてるんですけども、はい、もうだいぶ日が傾いてきたんですけども、はい、村橋プロはどうでしょうか、はい。そうですね、一応これウィードの中を狙うんで、はい、ウィードの中って影になってるもんですから、なんていうんですかね、その朝とか夕方 の、はい、なんて いわゆる真面目、夕真面目とか、はい、朝真面目のチャンスタイムだけじゃなくて、はい、日中とかでも全然狙える仕掛けになってますので、うん、なるほど、はい、はい、ということで、その時にもちろん一緒に有効なのが、はい、そのこの変光レンズですね、はい、サイトマスターっていうところが出してる、はい、キャノピーっていう変光サングラスなんですけども、はいはい、これは結構なんていうんですかね、このカバーの幅があって、はい、横から光が入りづらくなってて、はい、で僕好きなのがイーズグリーンっていうカラーを使ってるんですけど、はいはい、このイーズグリーンっていうのはその朝まずめとか夕まずめの時の暗い時間でも明るく見えるんで、はい、おすすめですね。もちろん昼間でも。あ、そうですね、シルバーミラーっていう一応、はい、加工もされてるんで、はいはい、日中でも全然大丈夫です、はいはい、こちらの方も試していただきたいと思います、はい。これ直リグっていう形なんで、カバー周りを狙う感じでやっていきたいと思います、こういった近くの、結構意外におかっぱりとかだと、外に向かって投げちゃうんですけど、意外にバスってこういう手前のカバーのところにいたりするんで、こういうとこを、意外に人狙ってなかったりするんで、こういうとこ狙ってもらうと結構釣れたりします。でそういうのに結構おすすめなのがこの直リグで、シンカーが下にあってワームと一直線になるんで、カバーの中に、スッと入っていってくれますんで、こういう感じで、近くのカバーをどん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 こう打っていく感じで
やっていただくといいと思います。でまたこの直リグのいいところっていうのはキャストした時に進化部分が先になっていくんで遠投性能もすごい高いんですよ。なんで近くのとこでやってみて出ないなってことだったら遠くに投げることもできるんで、で遠くに投げてズル引きながら、アクションしてもらうといいと思います。でこのブラックアウトクローの特徴としては、足がフォール中にプルプルって動いてで、ボトムにつくとピタッて止まるんでそのメリハリアクションがすごいバスに対して有効なんでフォールを長く取ってもらうといいかなと思います。もう着底して2秒ぐらいでいいですね、置くので。もう2秒してダメだったらもう次のとこ次のとこでどんどん手返しを置くやってってもらった方が、まあ、確率が上がるんで魚に遭遇する確率っていうのをどんどん上げていきたいと思うんで、もうずっとこういう感じで手前の足をずっと打ってる感じでやっていただいたらいいかなと思います。足場が動けるとこだったらどんどん移動しながらっていうことで、でまあ動けないとこでも全然遠投できるんでそういうとこは遠投して狙っていただいたらいいかなっていう思います。次回をお楽しみに。